この地域をふるさとに持つ者が最終的には常に主人公だってほしい。皆さん方がこれからも沖縄の主人公にあり続けてほしい。改めてこの両親のもとに生まれたことに心から感謝をしております。父ちゃん母ちゃんありがとうございます。あの戦後の苦しみの中でいろんな先輩方が努力をしてきた。家族を守るために必死に生き抜いてきた。その結果これだけ豊かな沖縄になってるんですよ。まだまだ沖縄はこれから成長していくんですけれども、僕らが目指す沖縄とは一体何なのかということなんです。子どもの貧困問題と一括りにしてしまって貧困家庭の現状というものは様々なんです。その家庭家庭によって状況が違うんです。教育問題と一括りにしてしまっても、それぞれの地域間の格差があったり、その地域地域に行ってその地域地域の生の声を聞かなければ一緒くたに片付けられる課題ではないんですね。今みんなの力をもってして初めてですね、沖縄の底力が示せる時期が来ているんです。その声を誇りを持ってですね、我々は堂々と声を上げていきます。我々が目指していくべき沖縄駅というものと国益の違いと同じように、その狭間の中で僕らはいろんなことが起こっているわけですよ。沖縄の思いを届けなきゃいけない。現状を我々が届けていかなきゃいけないんです。